皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎこちゃんです。そしてアシスタントのしもちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。覚えた、びっくりした今テンション上げていきましょう。はい、ただいま時間が12時43分ということで、さて何の時間でしょうか。12時43分、はい、13時の17分前、正解では、今日は何するんですか。今日はですね、ちょい玉が、僕も10個たまりました。なるほどね。はい、体についてる玉は何個ですか。ギリ2つです。あー、オッケー。はい、じゃあ合計で12個とですねはい、玉が12個あるってことは、はい、チョイスガチャを引くしかないということで。そうですね。どういう引き方していくんですか。これニコ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 っていう風にも考えたんだけど。あ、俺と一緒ってこと。うん、はい、考えたんだけどね、ちょっとね、属性を絞ってもいいのかなと思ってみて。すぐ絞るからね何属性が好きなんですか。うん、欲しいのは、まあ、欲しいキャラクター当てるから、うん、属性だけ言ってください。俺が当てますよ。属性はね、うん、闇。あー、もう分かった、うん、ティアラ正解。そしてもう一つが、うん、トリスタン。それいらない。あ、いらないまぁちょっとね、うん、赤1回、青1回ちょっと順繰りで回してみようかな。どっちやね、結局やるじゃん。全部やるんだけど。あ、1111…6 みたいな。そうそうそう、ちょっとバランスをね。なるほどね。それ必要、意味があるのかどうかわかんないけど。なんか俺のチョイスガチャの動画も、もうこのね、昨日出した動画だから言わせてもらいますけど、はいはい、全部星4だったじゃないですか、うん、やるのこの野郎IT 管理してんだろ絶対。俺もう課金するからさ、うん、出ないようにしたんですよ絶対。ああ、うん、そういうふうに。そう、それはありえる。いや、わかんない。どっちですか。わかんないよ。ありえるって言えるわけないでしょそんなのありえないですよね、はいはい、じゃあお願いします。はい、これでポッポポッポ出ようものならやっぱ IT 管理なのかなって。ああ、うん、そうですね。多分ね、シモピー最近頑張ってっからあげようかなって言ってなるのかもしれないね。うん、いいかー。いやー、うー何が出るかな。あ、そうです。2体目だこれ。なんか、なんだっけ、エメラルドじゃねえ、なんだっけ、あれだよね、ルビーだ、ルビー。正解。え、なんで。おー、なんそれね。え、うん、まあいいや、舐めてるんじゃねえぜ。じゃあ次、じゃあ水いきまーす、ね、その気軽な感じが多分ね、星5呼び寄せてんのかなこれ。あ、気軽に。うん、だからね、やっぱりね、形張っちゃうとね、うん、ダメ、物欲センサーできます。あー、それ俺やったってことそういうこと。もうガンガンハマったのかもしれないけどね。あー、水のアゲハなんだっけ。 なんかあれでしょこれ、全然ちょっと天海ゆきな水野って何って名前だ。ハローさん、うん、じゃあ次。ハローハローエブリバディ。はい、はい、じゃあ次、じゃあね、木いきます。木ね、新作持ってんだよな。あー、高杉。うん、まあ確かに。でも木って言ったら高杉新作以外いるって知ってます。あ、なんだっけ、見たら分かんない。あー、この人は分かる、持ってる持ってる。ジュピターっていう昔のキャラクターですね。あのさ、そういう絵してるよやっぱり。そう、うん、さあ、そしてね、あと7回、所持数9個とかじゃない、9回引けそうな感じがして紛らしいですね。あ、あれよくないね今の ねこれ。あ、やっぱりあれだよ、あの iPad じゃねえから下かぶってないわ。そう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 、 iPad がダメだったね。そう、ふざけんなって。あの、昨日だと編集しながら画面見たら、うん、かぶってねえと思って。チッ、iPad はね、汚ねえゲームだ。 iPad はね、かぶっちゃう。かぶっちゃう。皮は、皮は、俺はかぶってないおお、なんだっけこれ、マンゴーさんだっけ、ツタンカーメンみたいな。ツタンカーメン、幸せの王子様、幸福の王子様幸せの王子様、なんだっけ子供よりに略してるさあ、そしてやっぱ闇で、うん、これで6回か、うん、ちょっと浮気した他の色いくかもしれない。本当に、うん、浮気症だもんね。そうだね、うん、ちっちゃちっちゃいなぁ、バンパイア。ちっちゃいなぁ、これルビーだけか今。うん、
いや、1体出たけども、儲けもんだよこれ。無料だもん。なんだっけこれ、シバ。あ、あってな。見た目かっこいいな。これ進化神化なんですよ、これ。ほら、神化するんですよ、これ。意外じゃないですか。星5で？そう。へぇ、意外ですよね。昔のキャラクターって、ビーストとかもそうなんですけど、神化するんですよ。そうなんだ。ちょっと見た目が違うっていう。ちょっと面白いですね。なんか、ね、身にまとってる装飾品がちょっと、ね、多くなるみたいな。そう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 。あ、そういうことやってたんだ。使ってたことある？ちょっとだけ昔ね。へぇ、ネタで使う。うん、あ、感じ。ネタでね、うん、もうネタ、ネタなっちゃうね。ネタ。シバ、進化神化分けられる、これ分けられる。スラトする必要ない。暴風なんだろうな、スラトと。ちょっとね、もう一つに絞るわ。うん、うん、すぐ絞っかな。腹見せ。あー、玉竜、玉竜、玉竜ね。これはそろそろもう痛い目見るじゃない。あと4回、あと4回いける。マジでそんないけんの？何やってんのかなこれ。いや、みんな同じ回数でしょ。あ、そうか。あー、 MDT の一人ですね。ジェラルド G 青野の手下ですよ。カトリーの影沢。そう、これラストじゃない？ラストだよ。うん、来た。もうエメラルドで、最後にシングルで獣神祭引いて終わりにしましょうか。あ、そうですね。ね、締めてさ、うん、締めてさ、弁財天で終わりにしましょう。昨日やってたね。そうね、うん、大事。シングルでここでし、うまく締められればもう完璧やな、うん、ちょうどこれ使ってさ、星じゃねえや、オーブちょうど200だからちょうどいいよ。弁財天、弁財天、2回転、うん、しない。あー。